さあ、注目の男子 100m 競走決勝を迎えました。予選準決を勝ち抜きました8名といったところでありますが、真ん中5レーンを開けまして7名の選手たちによりましてレースが争われます。残念ながら高校生は誰一人としてここまで進むことができませんでした。大学生と社会人のメンバー7名であります。素晴らしいレースを期待いたしましょう。内側第1レーンは根岸典人君、中央大学。そして第2レーン田中孝義君、チームアイマー。第3レーン小池優作君、順天堂大学。そして第4レーンは草野誠也君、チームアクセル。そして第6レーン三原博之君、早稲田大学。第7レーン山根良平君、平成国際大学。そして第8レーンは小木萌人君、日本大学。そうそうたるメンバーが揃いました男子 100m 競走決勝レースであります。ご注目を。きれいに1回で出ました。静かな立ち上がり。さあ横一線だ。誰でしょうか、誰でしょうか。追い風 1.8。 さあどうぞ皆さん、この7名にも大きな拍手を送っていただけますか。ね、なんとなくレースが終わった後ちょっとねご苦労さんというような気持ちもね、してあげると、ね、大会もこう離れてくる感じ。追い風 1.8。 第6レーンでありましたので三原君、早稲田大学であります。最後追い上げました10秒54。これはいい記録じゃないですか。ちょっと喜びに、あまり大きなリアクションは感じませんけども、どこかまだ不満だったんでありましょうか。さすが接戦ですね。小池君がリードして、その後三原君、そして草野君が追い上げてきたような、途中から全然分からなくなりましたけども、10秒54、見事な走りでありました。